では早速購入品のこちらスパルーチェというものを開封していきたいと思います。パッケージはこういう風になっていて、大きさは結構ちっちゃいです。何センチぐらいなんでしょうかね。まあ7、ちょっと10センチ以下ちょっと僕わかんないんですけど、はい、こんな感じになっています。ちなみに先に成分は水、エタノール、シクロヘキサン14、ジカルポン3、ビスエトキシン、ジクリロ、ジクリコール、アセチルグルコサミン、ヒロソ、加水分解ケラチン、ヒアルロン酸、MA、水溶性コラーゲン、水溶性プロテオグービカン、オレンジ化皮油、ベルカモット果実油、マンダリンオレンジ化皮油、BC、クエン酸、クエン酸、NFA、ノキシ、エタノール、いっぱい入っております。はい。でですね、爪の専門医、ドクター東、ちょっと読み方が、ドクターこちらの方が監修して作られたというこのスパルーチェ爪美容液、はい、早速開けてみましょう。かわいい、こんな感じになってるんですね。はい、中身はこんな風になっております。スパルーチェ、なんか思ってたのとちょっとパッケージが違いました。スパルーチェ爪美容液 10ml。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときはご使用おやめください。爪に異常のあるときはお使いにならないでくださいと。販売元は東京で、製造元が、株式が静岡県みたいですね。はい、こんな感じです。開けてみましょう。どんな感じになってるんでしょうか。あー、こういうタイプか。見えますか。こういうタイプですね。この先に出てくる感じ、どうやって塗るんですかね。使用方法、爪と周囲の皮膚に塗布し軽くなじませてお使いください。水溶性ですので水仕事の後やお休み前にお使いください。なるほど、これを使った後にすぐ手洗ってしまうとすぐ流れちゃうよってことなんでしょうか。なるほどなるほど。直射日光の当たる場所や高温になる場所には置いてはいけないそうです。では早速塗っていきましょう。爪およびその周囲の皮膚ということなので、まずはちょっとこの多分キューティクルのこのあたり、あ、なんか冷たい、ひんやりします。別に冷やしてたわけじゃないんですけど、はい、ちょっとずつちょっとこうキュッと押す感じで塗ってみました。これを、あ、なんかすごい、え、なんていうんですかね、この食感なんかキシキシする感じです。なんか成分がぎっしり入ってる感が、こうキシキシする、伝えるの難しいんですけど、なんかね、こうヌメッとしてるんですよ。ちょっとなんかカタツムリのパックとかあるじゃないですか。あれの汁というか液体で、ちょっと触るとこうヌメッとしてるんですけど、ちょっとキシッとして、でスーッと肌に馴染んでいってベタベタしないっていう、そんな感じです。もうサラサラ、へー、すごい。ちょっと今全体的に塗ってみました。こっちが塗ってない手、こっちが塗ってる手です。表面はこっちの方が削ってあるんですけど、本当にしっかり潤っています。こっちも塗っていきたいと思います。すごく伸びもいいので結構使えそう。このキューティクルの周辺ですね、ここになじませて爪にもなじませておきます。本当になんかほんまにあれです、そういうパックの触り心地と一緒、ツルツルっとしてるんですけど、こうやって触ったらこうキシッとしてるというか、不思議。はい、ここちょっと怪我しましたよいしょ。はい、ちなみに匂いも全然ほとんどないですね。なんかほんのりいい香りがするというか、何の匂いなんですかね、これは。ちょっとだけ甘いんですけど、ちょっとフルーティーな感じもする、本当に微量な、でもその匂いもいい匂いっていう感じの匂いがちょっとするだけで、それも結構しっかり匂わないと全然その匂いは感じられないぐらい、もうほとんど無臭というか全然香りはないです。まあ、なので結構匂い
がね苦手な人、ネイルオイルとかでもその匂いが苦手っていう方も結構いらっしゃるので、そういう方にもいいかなと思います。あとは本当にもうベタベタしないのがすごくいいですね。ベタベタするの嫌な人結構いると思いますし、寝る前とかにつけて手がベタベタしていても多分嫌だと思うんですけど、もう本当にスーッと馴染んでいいです。これちょっとね、これをしばらく使い続けてみようかなと思います。これでちょっとこの美容液を使って爪を伸ばしていきたいと思います。おー、はい、というわけで今日はですね、このスパルーチェという商品、購入品の紹介になりました。結構使ってる感じはすごい効果ありそうな感じですね。はい、スパルーチェ、ちょっとまた使用どのぐらい、約1ヶ月ぐらい使用して、そんなに使用せんでいいか、まあ2週間ぐらい使ってみて効果が現れ、2週間ででも伸びたって分からへんのか、これでも効果ってどうやって表現したらいいんですかね。爪がそんなにパキパキすぐ、まあ、折れるっちゃ折れるけど、どうやって伝えたらいいんでしょうか、この効果をけどこれがすごい、あのネイル専用のお店とかですごいこれがピックアップされていて、でお店の人にも爪をすぐ割れやすかったりするんですけど、おすすめのそういう爪用の美容液とかそういう修復液みたいなんてありますかって聞いたら、こちらをおすすめされたので、ちょっとこれを皆さんに紹介しようと思って買ってみました。はい、使い心地的にはすごくなんかいいかなと思います。全然ベタベタもしないですし、すごくすっきりします。でなんかこう本当にさっき言ったみたいに、ちょっとネバッとねっとりというかぬるぬるしてるんですけど、こうちょっとスーッと馴染むし、ちょっとキシッとした感じがあって、すごい成分が凝縮されているような感じがします。はい、ちょっとこれは私も使い続けてみて、またどうなったかっていうのとか、まあ爪が折れにくかったかどうかとかしかまあ伝えられないんですけど、またレビューを、結果が分かったらしてみたいと思います。はい、というわけでですね、今日はちょっと短い感じの動画になってしまったんですけども、こちらのスパルーチェという商品、はい、ちょっと私も使ってみたいと思います。ネイルサロンでもネイルのお店でもおすすめされていたので、もしよかったら皆さんも使ってみてください。多分ね、その人によって合う合わないはあると思うので、はい、ということで今日はちょっと爪が割れやすいという人の要望に応えてこれを紹介します。またこのように地爪自体を伸ばすための補強というか美容液などの紹介、今回は初めてしたんですけども、そういうのではなくて、すぐ地爪が折れてしまうのでちょっと長さ出しをしたいという動画はですね、スカルプのやり方、または折れてしまった時にすぐに補強する方法なども動画紹介しています。そちらの動画のリンクは概要欄、そしてこの動画の最後にもリンク付けしておきますので、よかったらそちらも見てください。ではでは、バイバーイ。